皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する営業コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、外面と内面の違いはありますかというテーマでお届けいたします。もう2ヶ月ほど前のことになりますが、メディア関係の方に誘われて、ある会の例会に参加させていただきました。ある政治家が1時間半も講演するというのです。めったに聞くことができないので参加することにしました。その政治家とは自民党の鳩山邦夫代議士です。鳩山さんといえば色々と物議を醸す発言でも有名ですが、その血筋は筋金入りの名家です。祖父母の春子さんは共立女子大学の創立者。祖父の一郎さんは元内閣総理大臣。お父さんは外務大臣。お母さんはブリヂストンの創業者、石橋正二郎さんの長女。兄の、幸男さんは元内閣総理大臣。さらには奥様はタレントの高見恵美里というですね、なんとも凄まじい家系です。さて、鳩山邦夫代議士の講演ですから、さぞかし多くの人が参加するのだろうと思っていたならば、会場に行って驚きました。なんとわずか40名でした。参加者の名簿を見れば、ブルボン、岩塚製菓、亀田製菓、菊水酒造、スノーピークなど、新潟県では名だたる企業の経営者が、またはそれに準ずる方が、もう勢揃いといった感じでした。その他にも、新潟県選出の衆議院議員、県会議員、新潟大学の学長や教授、完全に私は場違いでした。まあ、こんなことならスーツを着てくればよかったと大反省でした。まあ、それでもネクタイだけはしていたので助かりました。今日の本物の商売を目指すポイントです。鳩山さんと直にお会いして思ったことは、テレビに映る鳩山さんとは一味違うということです。テレビに映る鳩山さんは豪快、自由奔放、迫力といったイメージを持っていました。ところが実際会ってみると、テレビで見るほどの迫力も豪快さも感じられません。むしろ気遣いのうまいおじさんといった感じです。きっと普段はこんな感じなのだろうと思いました。メディアの露出が多い人や人前で話をすることが多い人は外面と内面があるように思われます。外面とは外部の人と接するときの態度のことを言います。一方、内面とは家族とか内輪の人と接するときの態度のことを言います。政治家などが代表的ですが、選挙の時は当選したいがために最高の外面で私たちと接します。ただし、プライベートになるとどれだけ内面がいいのかはわかりません。例えば、あなたの会社に愛想も人柄もいい営業マンの T さんが出入りをしています。社内での評判も上々です。ある日曜日、あなたはスーパーで買い物をしていました。前方から T さんが歩いてきました。休みの日ですから当然私服姿です。T さんの前方から小さな子供が走ってきたと思ったら T さんの目の前で転んでしまい泣き出してしまいました。ところが T さんは泣いている小さな子供を無視して通り過ぎました。あなたならどう思うでしょうか？好感度の高い T さんのイメージはガタガタと崩れ去ります。外面と内面が違う人なんだと認識するでしょう。そうなると会社に来た時の愛想の良さも人柄も疑ってしまいます。このようなことは往々にして起こりがちだと思います。ということはできることならば外面も内面も同じ方がいいわけです。仕事をしているときは利害関係が絡むので、いい人ぶっているのに私生活では横暴だったらがっかりです。極論から言えば、どこで誰が見ているのかわかりません。私は30代の頃、視力が悪いのにメガネをかけていませんでした。街を歩いているとき、友達に声をかけられても全く気づかないことが何度かありました。それで失礼なやつと言われたことがあります。まあ、視力が悪いので全く気づかなかったということで済みましたけども、意外とですね、あなたのちょっとしたことで相手を不機嫌にさせることがあるかもしれません。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日あなたの会社やお店の業績アップを実現する営業コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらに商いは角角チャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。